今日お世話になったスカイリードの船長吉川さんです。はい、こんにちは。ありがとうございました。ありがとうございます。船長、地球さんにもねちょっと聞いたんだけど、はい、今日はデイの沖のパチコンゲームだったじゃないですか、はい、でまあサイズも大きいですよね、35とか43C ぐらいまで出るんですか。そうですね、今までだと43までですね。なるほどね。で沖 の, しっかり潮の通しのいいところでやったんで、非常に重い進化でないとね、はい、難しかったんだけど、あまりシーズンが長くないような話だったんだけど、地球さんの方では、はいはい、なんか10月いっぱいぐらい、うんうん、でも僕の東京湾のアジングって、はいはい、どっちかといえば10月から始まるようなイメージがあるんだけど、これは昼と夜の違いです。そうですね、まあ実際だからまだ今シーズンから始めてるので、沖に関しては沖のやつがね、沖のやつは沖のやつじゃなくて普通のナイトアジングの話。普通のナイトアジングであれば、私のホームグラウンドだと1月いっぱいぐらいまで。あのね、パタパタライズしてたのがシバスのチーバスかと思ったらアジみたいです。なのでもう完全にアジっていうモードでいきます。 1.5g レイティーが 1.8 インチ、惜しくたちょんちょんって止め吊り下げて止めてたらポンって、でもしっかり曲がってからはシーバスの70でも勝負できちゃったら、上顎にしっかり食ってる。いいじゃないですか。サンキュー。なるほどなるほど。通常に釣れますね。もうすでに夜も今でも、うん、まあ、通常吉川船長のスカイリードで釣ろうとすると、ナイトだったらもう今でも釣れるし、1月ぐらいまで、うん、1月ぐらいまでは普通に釣れますね。ただサイズが40とかになるとちょっと難しい。難しいですね。本当ね、私の方もこちらのエリアの中だと30ぐらいまで。30ぐらいまで、はい、数は釣れるんですか。数は出ますね。もうこれからのシーズンだと1回の乗船で100から150ぐらい、いい時は。なるほどね。出ますので、もういらないっていうぐらいナイトの場合は割に岸に近いところのこうストラクチャーに近いような。そうですね、軸端でやるような水深、ね、そうですね、水深大体10から15メーター、はいはい、で常夜灯絡みで、まあ、かつ駆け上がりにが絡んでるとよりいいですね。いきなり沖のバチコの釣りってね、いきなりじゃ難しいと思うんですよ、はいはい、でしょ。はい、そうですね、だからナイトで少し練習して、そうちょっと、アジの当たりというものはどういうものかっていうのを、慣れていただいてからの方がいいかもしれない。かつナイトでも水深のあるところを釣るときは軸端じゃ難しいから、そこでバチコの練習できますよね。そうですね、そういうこともできますね。それをやっておけば、デイのバチコがもう入ると思いますね。管轄カメラ、はい、ナイトの場合だと、ナイトのバチコンだと大体4号ぐらいの重りで、そこ取れますので、うん、3号、4号で。あ、なるほどね。わ、はい、かりました。じゃあ最後に、視聴者の皆さんに。はい。はい、で、いそこで、スカイリードのアジングガイドやってます、吉川です。ぜひ遊び来てください。はい、皆さんよろしくです。どうもありがとうございました。ありがとうございます。